Dコレクションのニッチです。Dコレクションのほのかです。ゴールデンウィーク中はね、うん、あ、そうですね、お休みをさせていただきまして、はいはい、今稼働をし始めましたので、はいはい、皆さんまたどん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 ご質問いただければなと思います。はい、はい、あの夏のコーデに悩んでるっていうようなご質問もたくさん今いただいておりまして、でこれからまあ夏のこう着こなしをしていく中で重要になってくるポイントっていうのがありますので、うん、今日はそこのご紹介をさせていただこうかなと思います。はい、はい、重要なポイントというのがですね、はい、3首3首、はい、何なのか、何なのかと言いますとですね、はい、簡単に言えば首と手首と足首のことになるんですけども、うん、人もこう視線っていうのが行きやすい部分のことなんですね、はいはい、顔周りであったりとか、うん、あとは体の先端部分になりますね、手とか足とか、うん、っていうのはすごくこう人の視線を集めやすいところになってきます。まず足首なんですけども、うん、ちょっと画像をご用意しました。はい、はい、こちらバスンと、こちらの画像を見ていただいて分かるように、はい、右の画像の方がすっきりとした印象になってるかなと思います、うん、はい、左の写真っていうのはこうクッションができてダボダボとちょっとしてしまってる、うん、はい、うん、っていうところですね、うん、で右はロールアップをして足首がきっちりと見えていることで、まあ、季節感もありますし、はい、こう清潔感もある、はい、うん、っていうところで今の季節ですと足首を見せていただけるとこうおしゃれ度っていうのがアップするかなと思います。そうですね、はい、はい、まあ、普段からシルエットには注意してくださいね、うん、はい、っていうお話はしてますけど、まあ、まさにそこの部分ですね。はい、はい、2つ目が手首、はい、手首ですね、はい、はい、手首というと腕時計であったりとか、うん、ブレスレットであったりとかっていうのを、はい、まあ、本当に1点投入するだけで、うん、ここもおしゃれ度がこうぐんとアップする、はい、うん、何もないよりも1点あるだけでいいかなと思います、うん、はい、腕時計はねビジネスシーンでも認められているアクセサリーというか、うん、はい、そうですね、はい、になりますので、うんうん、1つ持っておくと、うん、全然それだけでも、まあ、今日みたいにシャツ僕腕まくりしてますけど、はい、そうですね、うん、ここにワンポイントあるのとないのとでは全然思ってる以上に印象全然違うので、うんうん、まあ、特にこう半袖になるのでこれからここはぜひぜひ気をつけてほしいポイントかなと、はい、では最後3つ目ですね、はい、うん、3つ目首周りになるんですけども、はい、まあ、顔の周りになるので、うん、一番今言ってた3首の中でも目立ちやすいところになってくるんですね。そうですね、当然顔はね、うんうん、皆さん見ると思うので、ね、まず視線が視線いきますよ、ね、そうですね、はい、行くところですので、はい、こちらも、まあ、例えばネックレスですね、うん、であったりとか、まあ、あの季節としてはこう冬になっちゃうんですけどマフラーやったりとか、あ、そうですね、うん、あるだけでやっぱりおしゃれ度合いっていうのも増してくるんじゃないかなと、うん、思います、はい、まあ、ネックレスはねその、はい、シーンとかによってはつけない方が良かったりとか、そうですね、あったり、うん、まあ、コーディネートの雰囲気でつけるつけないっていうのはあるかと思うので、はい、まあ、必ずしもネックレスつけないといけないというわけではないですけれども、うんうん、ね、はい、まあ、つけるならシンプルなものの方が、うん、こちら3首に意識していただくとやっぱり夏のコーディネートっていうのもランクアップして見えてくるかなと思いますので、はい、うん、はい、ぜひぜひそういうところに意識を持って今年の夏はコーディネートしてみていただけたらなと思います。はい、はい、はい、3首ということで、まあ、過去ね、はい、動画でも何回かお伝えしている内容ではあるんですけれども、ね、うんうん、はい、相当重要なポイントになってきますの で、はい、まあ、今回改めてご紹介させていただきましたけども、はい、3首のポイントを押さえるだけでコーディネートは印象がガラッと変わりますね、はい、変わりますね、はい、はい、ぜひご参考にしてみてください、はい、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日の動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。お願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。で、コメント出たのちょっとこっち、そい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 どこの言葉だ